皆さんこんにちは、魚類学チャンネルです。今回はね、高知県の防波堤に GoPro を落としてみました。ここで高知県の海に住む魚をご紹介します。でいきなりこの親ビッチャの大群が姿を現しました。赤ヒメジもいますね。カゴカキダイなんかの、ね、姿も見えます。まあ、こんな感じでね、いろいろな魚が集まってきています。そこの方にはウニの一種のガンガゼも見えましたね。落ち着いて、ということでここから撮影。奥に見えるのは花見のカサゴですね。この辺りでミノカサゴといえば、ほとんどはこの花見のカサゴ。2匹いるのは風来蝶々号です。おー、スミツキベラの姿を現しました。さらに今画面の中央あたりにヒレナガハギの姿も見えます。小島の模様が綺麗な魚ですね。まあ、海上漁船でもおなじみの魚です。ですがやっぱり多いのは全身真っ黒の長崎スズメダイ、それから親ビッチャです。今ちょうど画面の中央に黒っぽい真っ黒な魚が映りましたけど、これはバラフエダイですね。バラフエダイといえば、幼魚はスズメダイの仲間に擬態する習性がありますが、ここでは長崎スズメダイを見ているのかもしれません。親ビッチャは、ね、濡れています。だからフグの仲間は、この辺では北枕がね、代表的な下道となっております。おっと、ここで。実はね、これ横でね、カサゴを釣ってたんですよ。そのちょうど今釣れて、カサゴの口から何か餌がね、飛び出てしまって、それを三つ星黒スズメダイや親ビッチャといった魚が、続き回しているというところです。ちなみにね、この時はですね、アオリイカのゲソかなんかつけて釣っていました。たくさん魚が集まってきます。ただね、魚の種類はね、長崎スズメダイと親ビッチャがほとんどで、昼間にここでね、落とし込み釣りしている人もいるんですけれど、まあ普通にオキアミをつけて釣ったんでは、この2種類、もしくは北枕しかね、釣れません。奥にいる石垣フグっていうのはちょっとね、ハリセンボンの一種なんですけど、全長50センチぐらいあるのもいてですね、網ですくおうとすると網をズタズタにされてしまいます。お、トゲチョウチョウゴ。何でしょうかね、レンズに映った自分の姿をライバルと勘違いしているのかもしれません。石垣フグがさらに近寄ってきました。もう親ビッチャーもね、長崎スズメダイもスズメダイの仲間なんですけれど、まあ、この近辺にはね、多数のスズメダイの仲間が生息しております。で、そのうちね、親ビッチャーによく似たものとして、六線スズメダイっていうのがいるんですけど、これはね、尾びれに黒い線が入っています。まあ、この場所でもね、六線スズメダイはね、たまに見ることができるんですけど、今回は見られませんでした。まあ、ちょうどね、バラフエダイが、逃げていきました。尾びれの形がね、特徴的で、長崎スズメダイとは見分けられるんですけれど、まあね、海でね、この2種類を見たらね、ちょっと混同してしまうかもしれません。ベラの中、まあこんな感じで、スミツキベラなんかもね、泳いでいるんですけれど、餌のほとんどはスズメダイ類が横取りしてしまうので、なかなか釣ることはできません。カモハラギンポもやってきました。やってきた黒と白の魚ですね。これは高知県で取れた個体をもとに学名が付けられた種類です。カモハラっていうのも名前もまあ高知県の有名な魚類学者の人の名前から取ったものです。おお、手前にすだれやライシモチが来ました。お、カモハラギンポ。まあちょうどね、すだれやらいしもちっていう魚も下の方取ったんですけど、このやらいしもちの仲間はですね、もう、カモハラギンポなどに代表されるヒゲニジギンポ属に、ね、擬態する種類がいます。まあ、ヒゲニジギンポ属の仲間、まあカモハラギンポもそうなんですけど、この種はね、鋭い牙を持っていて、それに毒を持っているらしいんです。
おお、ブダイの仲間っぽいのも奥に見られましたね、今。ブダイの仲間もね、ここ結構いろんな種類がいるんですけれど、まあ、ヒブダイとか食用になりますけど、青ブダイはほとんど食用になっていません。まあ、青ブダイはね、内臓にパリトキシンを持っていることもあるので、あまり食用としては使われていません。ハコフグの姿もありました。おお、カマスの仲間も泳いでいますね。ここではカマスはですね、台湾カマスを釣ったことがあります。あ、また来ましたね、バラフエダイ。バラフエダイもね、大きくなるとシガテラ毒を持つことで、有名な魚ではあります。そのためね、市場にはね、ほとんど出ることがありません。カゴカキダイもいますね。あ、今、角出しも、小中央も泳いでいました。アイゴのペア、それからメジナ、あ、クロメジナかな。クロメジナもね、結構大きいのがいるんですけど、結構大きいのはね、ちょっと擦れている感じがします。まあ、魚もね、いろいろな種類をね、見ることができます。本当にね。奥にいる細長い魚は何ですかね？青ヤガラかな、これ。まあ、青ヤガラは非常にね、ユニークな形をした魚ですが、この辺りの海では普通な種類です。おお、油ヤッコが近くに寄ってきました。ヤッコの仲間もね、縄張り争いが来るので、カメラに映った自分の姿を攻撃します。さよなら。ということで、今回は高知県の海の中の魚たちをご紹介しました。ご視聴ありがとうございました。